ただいまより福井高等学校長谷博の学位講演塾を開催いたします。本日はたくさんの皆様にお集まりいただき本当にありがとうございます。私本日司会をさせていただきます博伊市障害学習科の室野と申します。よろしくお願いいたします。はじめに主催者を代表しまして博伊市長岸博一よりご挨拶申し上げます。岸市長よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。国学院大学上野先生、そして長谷石川県知事博伊御殿塾、まあ、いわゆる読書、本当に多くの方々参加いただきまして本当にありがとうございます。まさかこんなにいっぱいになるとは思ってません。まあ、上野先生はご存知、昨年、国民文化祭で博伊で、まあ、万葉集、そして堀口先生のお話、講演をしていただきました。でまたですね、中学生、高校生に対しまして、まあ、特別授業ということで、現代から古代のつながり、そして歴史について本当に詳しく、お話をしていただきました。本当に中学生、学生さんにとってですね、多くの古典文学の経験、時間があったと思っています。今日はですね、やはりこんな話で古典というとなんかすごく難しい、身構えるような形なんですけど、今日は上野先生と、そして長谷知事と軽快なお話によってですね、ぜひ古典は難しくない、本当に身近なものなので、そういうことですね、体験できるようなお話になると思っています。です、今日のお話を聞きながらですね、学院に行きし、そしてつながり、そういったものを知っていただいて、さらに楽しみたいと思います。で私はあまり文学について詳しくないんですけど、しっかりとお話を聞きながら文学ではなく発言どうすればいいか、また加盟できたいと思います。では今日皆さん一緒に聞かせていただきましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆様本日の資料はお手元にございますでしょうか。A4 のサイズの紙1枚になっております。もしお持ちでない方がいらっしゃいましたら、挙手を係員がお持ちいたしますのでお待ちください。皆様お手元にありますかね。他には皆さんお持ちでしょうか。それでは本日ご対談いただく上野誠先生のご紹介をいたします。上野先生は国学院大学で学ばれ、万葉集や折口信夫博士に関する著書を多数執筆されています。またユニークな視点とソフトな語り口で人気の万葉集研究者として、ラジオ番組や各メディアで万葉集を学ぶことの楽しさを多くの人々に伝えられておられます。さらに第12回日本民族学会研究奨励賞、第68回日本エッセイストクラブ賞など、数々の受賞とともに、歴史学や考古学、民族学を取り入れた万葉研究で学会に新風を送り続けられておられます。本当は体感する万葉ということで、現在は国学院大学文学部日本文学科特別専任教授、奈良大学名誉教授、文学博士としてご活躍されております。それではここからの進行は上野先生にお願いし、先生にご登壇いただきます。皆様大きな拍手をお願いいたします。皆さんね、実はね、みんな知らんことなんやけどね、長谷先生は古典の先生で、高校でも大学でも教えた、もう最も古典を嘱望されてた先生なのよ。ところがね、残念なことに長谷さんはね、ほんのちょっとだけプロレスが強すぎたのよ。で、プロレスが強すぎたって、オリンピック行ったのよ。
で、オリンピック行って、オリンピック行って、そのまま指導者になろうということをやったんやけども、ほんのちょっと政治が強すぎた。で、それで今、石川県の知事になられているということで、それでね、その長谷先生をお呼びしたいと思うやけども、これね、呼ぶのをね、やっぱりね、古典で呼ばないと。それでね、こういうふうにね、ちょっと練習しよう。いざ来よう古典の長谷先生、こういうふうに、こういうふうに。ちょっと みんな練習するよ、練習する。いざ来よう古典の長谷先生、古典の長谷先生。いいです、いいです、いいです。今の練習、いいです。さあ。大丈夫？そしたら、みんな、後ろの方向いてくださいね。後ろの方向いてくださいね。はい。いざ来よ！いざ来よ！古典の長谷先生！よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。喋っていいですか？私ね、いくつか用意してたことがあったんですけど、先に、長谷先生の方から口火を切るわけですか？いや、もうリーグアナウンサーいやもう、改めて、ハセン、木下と申します。今日どうもよろしくお願いいたします。これで、私、一応、国文学を大学時代から勉強していた立場からすればですね、もう雲の上の存在ですよ、上野誠先生は。よく論文も勉強させていただきました。もう覚えてないんですけど。そのぐらいのスーパースターでありまして、私にとってもアントニオ猪木がそばにいるような感じですが、アントニオ、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。長谷先生は、国文学を学ばれた時は、実はね、専修大学が日本のトップの国文学者を集めてた時代なんですよ。私が専攻している万葉集は、はい、誰から習いました？当時ですね、橋本達夫先生という方に習いまして、図書館に行っても結構万葉集、橋本先生の著書はたくさんございました。はい、橋本達夫先生って言ったらね、1970年代、80年代の万葉集研究のトップの先生からな、中世文学は誰から習いました？はい、中世、鎌倉奈良町、石黒吉次郎先生に乙女草子などを習いました。いや、皆さん、これいきなりレベル高いでしょ。乙女草子って言ってすぐ分かりますか？乙女草子って言ったらね、中世の物語を集めているものなのですが、石黒吉次郎先生ってね、文芸風土学、とにかく歩いて学べっていうような、先生で、実はその学会の会員でいらっしゃると聞いてるんですが、実は日本文学風土学会というのがございまして、私大学2年生の後半から20歳の頃からいまだにメンバーでありまして、毎年12月25、6、7の3日間は京都、奈良を今まで文学散歩に行かせていただいて、もう40年ぐらい会員として、参上会員という形で行かせていただいております。はい。今までね、いろんなところで巡業で回られますよね。で、回られた、場所の先に、例えばここは柿の本人村が歌を詠んだところなんだよ、
ここは小野小町が歌を詠んだとこなんだよ、そういう歌枕をたくさん訪ねられたって聞いたんですか。でまあもう早速本題に入りますけど、まあ、大学時代の卒論が、枕の草子でですね、歌枕だったんですよ。なので、まあ、本当はあの実は日本遺産100選というのは、文化庁も出しました。あとで先に歌枕100選、あの日本遺産じゃなくて歌枕100選で、やってよというふうにアイデアを出したんですが、さすがに歌枕といってもよく分かっている国民の方あんまりいらっしゃらないんでですね、それでまあ日本遺産という名前になったのですが、それほど学生時代にですね全国歌枕を訪ねて日本文学風土学会の会員としてあちこち行かせていただきました。今でもこう先生のお顔を見ていることですね、やっぱり和歌山県の藤代の御坂ですよね、はい、荒間の巫女が悲劇の最後を遂げたと言われている、それとあのこの場所に行ってこの物語があったなとかっていうのをやっぱりこの何か風景とか歴史的なやっぱり言い伝えとかあってこうなんだろうなということを想像するのが大好きでした。今皆さん私の方にジャブが飛んできましたよ。ジャブだ。藤代の御坂、これね有馬の巫女という巫女がいらっしゃる。でこのね、巫女は非常によくできた方なんだけれども、争いに巻き込まれて、殺されてしまうという人が護送されていくわけですね。でその護送されていく時に、その家にあれば毛に盛るいいよ草枕、旅にしあれば椎の葉に盛る、旅にしあれば椎の葉に盛る、もうねこれとてもね、これね、NHK で流すべきですよ。もう いきなり、有馬の巫女って絶対先生の顔を見たら、これもし忘れてたら私どうしたらいいんですかね。これを、いや、もうなんとか今、クリアできたんですが、で、その、やっぱり藤代の坂ですよね。藤代の坂、そしてそこに木の国に行幸していく、はい、姿をやっぱり思い浮かべられた。今は多分みなべ市、岡山県のみなべ市あたりなんですが、まあ、当時娘道成寺の道成寺も見たりしながら、12月26日の夕方ぐらいに、たまたまその夕暮れの藤代の御坂を歩かせていただいたんですよ。風土学会の仲間と共にですね。で有馬の巫女があの歌を読んだ、万葉集に採択をされていますが、どんな思いで、まあ、悲劇の王子と言われていますけれども、どんな思いでこの坂を行ったんだろうかということを思いながら、すごい素晴らしい景色ではあるんですけれども、あの坂道を歩くことの意味をですねやっぱり理解し、じゃあここでまあ一つの本題ですけど、当時歌を詠むということは誰のために読むんだろうか、世間に発表されるということが、まあ、これははっきり言いますけど、政治とどこまでつながっているんだろうかと。で有馬の巫女がこういうふうに言われなきと言っていいか分かりませんが、非業の死を遂げたと、それをもってしてですね作品が発表された、その作品がですね政治的にどういう意味を持ったのかということが、おそらく当時の万葉集の位置づけというものにもつながってくるんだろうなというふうに私たちもそういうふうに読み取りましたが、先生いかがでしょうか。私ね学生によく言うんですがね、先生に質問をするときにはね先生が分かる質問をしようって答えにくい質問をしたやつは点数を減らす言ってるんですが、これどういうふうに答えるか、じゃあここから私がこれから1分半ぐらいで答えますので、だいたいそれに長瀬先生が点数つけてほしいんですが、あのね
この有馬の巫女が、有馬の巫女という人は、7世紀後半を生きた人です。大体7世紀の後半で考えますね。で、その時は、斉明天皇、天智天皇という時代で、斉明天皇、天智天皇の時代に、皇位継承争いで、亡くなってしまったということになるわけです。さて、その次の時代がやってきます。これは天武天皇という天皇の時代になります。そうすると、天武天皇の時代になると、前の起きたそういう時に起きた政治的な不幸な人たちをもっと慰霊しなきゃいけないんじゃないかという機運が盛り上がってきて、形成されてきた歌なので、実はこの歌は後から作られたという説もあるくらいで、実際に作られたかどうかはわからないなんだけれども、これはそういう歌が公表できるようになったというのは時代が変わったということではないか。これようやく修士論文の高等指問みたいでしたが、卒業論文の高等指問でした。大体それでどうですか。すいません、私自身が答えをもちろん持ち合わせているわけではなくてですね、はい、私も高校でこの歌を教えていて学んで、自分も学んでいるつもりですけども、ちょっと待ってよと、当時高校生にこの有馬の巫女の悲劇の死を遂げた歌というのは、さあどの場面でどういう心情を呼んでいるのでしょうかというふうに高校の教員ですから聞きますよね。あ、旅にあるのでですね、本当だったら器に持って食べるご飯を C の葉で食べたんだな、寂しいなと同時に自分の、非業の死を遂げる運命をですね、嘆き悲しむ歌ですねと解釈しますがですね、ちょっと待てよと、これが発表されたのはいつで、その発表された、今ではね、私たちは報告新聞とか NHK テレビ見てますけども、当時はじゃあこの作品をどういうふうに広めたんだろうか、人の口の葉に昇る、耳にする、世間話で話し合うときに、この有馬の巫女の希望の死を遂げた歌を聞いて、で聞いた人はその時代をどう思ったのか。なぜかというと、天皇家にまつわるですね、政治的な権力がどのように移っていくのかということを知るわけですから、私たちが今自民党の総裁選で小泉進次郎がいいのか、小林誰か高井誰か言ってるのと結構同じようなレベルでですね、和歌歌を聴きながらも、この天武天皇、天智天皇兄弟です、この時代がですね、どのように動いていくんだろうかという政治を知るための一つの手段だったのかなというふうにこう思うんですが、いかがでしょうか。深すぎます。ね、これ今これね、本当に本当よ、本当に本当よ、知事が楽屋に入ったのは5分前で、もうスタッフも県庁のスタッフもみんな打ち合わせ打ち合わせって言うてるんだけど、知事一言、打ち合わせはいらんってこうおっしゃってで、だから全く今打ち合わせなしでやってるんだけども、これね、田中角栄さんっていうのはある時ものすごいわーっと人気あったよね。で、あの時のクイド事件っていうのでわーっと人気下がったよね。でも今となったら、あの人のこの子頑張ったんじゃないっていう評価がまた上がってきましたよね。だから歴史というのはそれぞれの時代にそれぞれの評価があるというふうに考えなきゃいけない。でそれはね、多分、長谷先生がいろんなものをご覧になった上でやっぱりある時力があって、ものすごい力があったプロレスラーでも体力が落ちてくる、政治家でも大きな波がある、そういうのをご覧になったらそんなの見えてきたんでしょうね。
今現在は天皇陛下に政治的影響力はありません。憲法第1条からご覧いただければ明々白々ですが、じゃあ万有の時代にそのいわゆるスメラミコと天皇、そして平安の時代に入ってみますけれども、これは国民に与えた影響なかんずくですね。じゃあ、奈良時代はおそらく平城京ですよね。その時に天皇陛下が誰と何を話をし、国民のためにどうしようとしているのかということがどう伝わっていったのか、今みたいにさっきも申し上げたようにテレビもない、新聞もない、ラジオもない、インターネットもない時代に、天皇陛下が当時最高権力者として国を治めていく、当然その下に官僚の皆さんがいますよね。その方々がどんな思いでこの国を治めようとしているのか、確かに律令制度というルールはあったとしてもですね、その天皇陛下がどんな思いでどんな感性でいるんだろうかということを伝える必要があるわけですよ。伝える必要があるところに出てくるのは私は、和歌であり、そして、いわゆる平安の時代になったら物語文学になってくるのではないのかな。これは日曜日に皆さん光る君へをご覧いただいてですね、藤原の左大臣と右大臣とこんなに政治的に対立していたんだと、そこにこの文学というものがあるんだろうかということが、私は皆さんもご覧になっていて分かると思うんです。私は国文学ずっとやっていたのでですね、極めて政治的な背景のある中で生まれた、中宮亭主の下で枕草子、中宮尚書の下で、源氏物語、こういうふうな構図が見えてくると、どうしても性格は悪いのかもしれないんだけど、文学の背景に政治的な思惑とか、あるいはメッセンジャーとしての役割を読んでしまうんですけれども、いかがですか。今おっしゃったことはどういうことかというとね、その天皇陛下に対して、天皇に対して、受胎といってお妃が上がってくる、そのお妃を教育するのが家庭教師で、女性の家庭教師で、それは当時として一番評価が高い文学者を引っ張ってきて俺の陣営に入れたんだっていうことが重要で、でね、そこのところをね、一番ね分かりやすく書いている本が実は20数年前に出版されていて、それ持ってきたんですよ。持ってきました。これがね、古典簡単じゃないか。で、これね、古典簡単じゃないかって、これで、ね、ラジオでしたんでね。ラジオで、語られたことを活字化されたもので、で、これはね、ラジオと、建設時代っていう、受験雑誌。はい、これでね、語られてるんですけどね。で、これがね、今ね、そのことが書かれていることで、そのいかにその文学者というものを自分の陣営に引き入れてくるかと。で、今のね、光る君へはね、このところちょっとね、行き過ぎててね、これがね、藤原の道長と、紫式部が深い関係になった、これはないんだけれども、でもそういうようなことをこう考えているということで、これね、やっぱりね、これでも多くの人があれで、その源氏物語、枕草子というふうなものを、勉強されたわけですが、さあそこでこの本にも書いてあるんですが、長谷先生は、もし、お友達にしたり奥さんにしたいと思う平安時代の用語で一番いいと思っているのは誰ですか。高木京子さんを除いて、その一番この誰がいいっていうのをちょっと。でも、
源氏物語に出てくる女性の中でというふうな表現でもよろしいですか。やっぱ物語に出てくると、まあ、本音は葵の上と言いたいんですが、正妻、はい、置いといて置いといてね。私意外とね、私末妻花好きなんですよ。あの業の強い、はい、もちろんそういった意味で言えば六条の目安のところも好きなんですが、なんかさらっとした素敵な女性よりもなんか怨念と執念に苛まれている、ね、末妻花というのは赤花のトナカイみたいな仕込みと言われてるんですが、あれ六条の目安のところといってですね、あの私の男を取り上がってといって、あの誰に取り付くんだっけ、葵の上、葵の上に取り付く六条の目安のところみたいな女性が怖いもの見たさあのすごい好きなんですよ。これね、小学生もいるからね、ちょっと言いにくいよね。あのね、昔の場合は歌だけでやり取りをしているから、顔を見ずに結婚をするっていうことがあって、そして末妻花と良いよ結ばれてしまいました。そして夜だったので顔がよく見えませんでした。朝になってというのが末妻花で、ところが光源氏って末妻花大切にする、すごい大事ですね。最後まで、あれなんでだと思います？いやわかんないです。私はあの甘いの品定めで、はい、この中将といろいろ自分お互いに付き合っている女性の品評会するんですよ。品のない話なんですけども、母君の巻にありますよね、はい、で私思うんですよ、末妻花のような女性、はい、実は非常にあの文学的才能のある女性なんですけども、実際にお会いすると、まあ、赤花というのは正直あの、まあ、仕込めなわけですよ。だけどもそういう女性をこそですね、自分の人生の中でお付き合いした相手として大事にしていくわけですよね。なんでもね、あのあちこちつまみ食いする男なんですよ、光源氏というのは。だけれども自分が一度情けを交わした女性は、もし見た目が思うような方ではなかったとしてもですね、大事に大事に思っていく。そうすると女性の方が、いや私なんかでいいのかしらと思いながらも、最終的には人間的な結びつきが残っていくんですね。実はその物語を示すことが、当時の私はね、やっぱり平安の政治の舞台におけるですね、おそらく光源氏が、紫式部が表現したかったことではないのかなと思うんですよ。いかがでしょうか。あのね、これってあの女性の視点で描かれてる、「証言の物語」っていうのは。で、女性の視点で描かれてて、はっきり言います、はっきり言います。光源氏はろくでもない男です。もうね、もうあのね、この中にね、あの未婚の女性がいたらね、もう光源氏から声かけたらね、もう即 LINE 切ってください。あのこれこれまたもうひどいやつです。ひどいやつ、ひどいやつ。で、ところがその末妻花を大切にするということですが、それを大切にしていくっていうところが、おそらくね、人間力っていうか、土壌の深さっていうか、そこじゃないかと思ってるんですが、いかがですか。いや、これはあの私より恋愛経験の豊富な上の方にお伝えしますが、はい、やはりいろんな女性と付き合って別れさせられて、赤石に流されて、そういう経験をしながら積み上げてきた人間力だと思うんですよ。そうやって光源氏はたくさん失敗してるんですよ、三井さんみたいに。残り桁大社の親分がいますけども、あんまり詳しいことは言いませんけどね。そのいろんな経験をしながらも、それを自らの人生の糧にしてきた。そしてそこは素晴らしい、相手を絶対否定しない、
それ一番見えてくるところがやっぱり末妻浜と情けを交わした後の物語だと私は思っています。また六条宮澄の頃の表現にしてもですね、本当におどろおどろしい表現で葵の上に取り付いて殺してしまうんですが、その六条の宮澄の頃についてさえですね、やっぱり誹謗中傷をしない、やっぱそういった包容力っていうところがですね、あ、当時はそういう人間が、まあ、政治的な主流ではなかったけれども光源氏のようなやっぱり男性がですね、理想の姿として描かれたのかな。今ね、おっしゃったね、六条の宮澄の頃ってね、どういう人かというとね、体の中からね、魂が抜けててね、うわーって言って、これについて、あー苦しい苦しいってなってしまうような、まあ、女性で、まあ、怨念中かね、もうこれ、今で言うとホラーみたいな話で、でそのいろんなお経をやって追い払おうとしたりとかするんだけど、最後がね、そのね、お経をやってダメ、お払いやってダメ、最後にね、この六条の宮澄ところが分かりました、私は退散しますと言って六条の宮澄のところの魂は沈められるんですが、最後はこれ誰が出てくるかと思います。これがね、光源氏そのものが分かったって言って、だから皆さんいいですか、愛人問題で揉めた時には相手を否定してはいけません。そして相手に君の気持ちは分かったよって言った時に初めて心が静まっていく。これやっぱり源氏物語って世界の物語ですよね。これやっぱりね、まあ、戦前というか戦中はですね、まあ、発禁本に一時なりましたが、それはやっぱ表面的にしか源氏物語を評価していない当時のやっぱり軍部のですね、政権のやっぱり国語力のなさだと思います。これは、まあ、光源氏の人間力であったり、当時の、まあ、藤原の右大臣家と左大臣家の政治的な権力争いの背景にあるんですけれども、そういうやっぱり人の業の深さ、情けの深さといったものを読み解く上で、私は非常にですね、意味のある作品だなというふうに思っています。だから世界的にも評価されているんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。あのね、世界で一番読まれている本はぶっちぎりで、やっぱりこれは聖書です。バイブルが読まれています。で、2番目は何かというと、実はテイル・オブ・ゲンジ、源氏物語 で、これね、もう外国のどこの学会に行ってもね、外国のどこの大学に行ってもね、2つ講義しろって言われてよ。で、これは僕は万葉集やから8世紀や8世紀やって言うてんのに、源氏物語と村上春樹これも必ず言われる、だから外国の人たちが源氏、テイル・オブ・ゲンジ、これがね、またね、その訳文がね、もういくつも出てきます。例えばアーサー・ウェリー役、ハイデン・ステッカー役で、そのね、源氏物語のね、教養をね、一番身につけた文学者が川端康成先生で、でその川端康成先生が表現した日本的な世界というものを評価してノーベル文学賞が与えられている。だからこれ、その中で長谷先生はやっぱり源氏物語っていうのは人間力の文学だっていうのが長谷先生の源氏物語感、私の読み取った、まあ、感性っていうのはそこでしょうか。これ NHK の100分で名著でさないかね、長谷博の100分で名著、源氏物語を読み解くっていうのでね、それでその一番その中心に考える女性は、これは末妻花であり六条の宮澄のところであるっていうようなことなんですが、さあ
我々に残された時間は20分32秒、10分32秒ということで、なんですが、実はね、長谷先生はね、と私はね、付け食ってやったんです。これ、ちょっと皆さんの資料ね、あれですけどね、私がね、行く秋や百万石の文化祭、とってね、百万石の文化祭。そしたらね、長谷先生はね、もみじの白衣、神も楽しむ。これちょっとね、説明してくださいよ。どういう気分でつけたの？これいきなりですね、上野先生が、行く秋や百万石の文化祭、昨年国民文化祭がございました。そのことを上句で説明をした上で、じゃあ下の句をつけてよ、いきなり打ち合わせなしで、ひどい人なので、まあ、秋でありますし、その季節、まあ、11月の話ですから、まあ、季節は白衣の町にはもみじの季節でありました。もみじの白衣、もみじの白衣だけれども、ここでパッとひらめいたのは寒遊び、神様がですね、今のほら目の前にいらっしゃる池田大社の三井さんをご理解いただけるように、この季節は本来ならば全国の八百万の神々がですね、出雲に集まる季節なんですよ。で、我々地元白衣にむしろですね、なんていうのかな、文化祭に訪れた多くの方々の思いが、神様はいないんだけれども神遊びしているような、そういうなんか豊かな心を届けてくださっているような思いを踏まえて、神も楽しむというふうにちょっと下の句をつけさせていただいたと。これね、さらりと言ってるでしょ。古今和歌集神遊び歌っていうのを踏まえて、なおにさらには白衣のもみじというふうに、読んでるわけで、僕はね、実はね、いや明日白衣のね中学校でね講演しますって言ったら、いやじゃあ白衣のもみじっていうふうにおっしゃって、こういう句を作ったんですが、このうちはね、大友のやかもちがやってきて、潮地からただこへくれ、白衣の海、朝なぎしたり、船かじもがも。で、これどういうふうにやってきたというとね、潮地を通って、直接越えてやってくると、ああ、見えた海が、白衣の海。それが朝なぎだから、ああ、波が立っていない。こんな時には船かじ、船を漕ぎ出したいものだな、もがもっていうのはね、この本にもちゃんと書いてある。もがもっていうのは願望の終了詞やから、これでもこう書いてあるわけね。そうすると、こういうようなものがあり、なおかつ、昭和天皇様は、この池田大社にやってきて、イラスの森に入って、漁船を残されている。ということはね、この白衣というのは、古典の地であるということですが、そういうようなことを生かしたまちづくりをせにゃいかんということで、そういうようなことをしなきゃいかんということならば、これは白衣市の観光協会の会長が一言ここで言わんこと、これは収まらんと思う。でしかもこれはね、その市長がそういうことに対して全く無関心というわけにはこれいかんと思わないな。でそうするとね、ちょっとね、これね、その突然のことでね、ちょっと市役所の人を驚かんといて、ちょっとね、ここからね、シンポジウムにしよう。前にちょっと出てきてもらう。ちょっといい、拍手椅子はい。
あの市役所の秘書官の人ごめんね、さらにあの県庁の秘書の人ごめんね、あの打ち合わせいないけど、あのちょっとこれやってしまって、あのごめんなさいなんやけど、さあここでね、まずね、市長に聞きたいんですが、やっぱり今ねもう知事スラスラの方で出てくるでしょ。そしてやっぱり白衣のことをこういうふうに歌にも読んでくださって、大友の役に寄ったところっていうようなことを踏まえて、でも復興もいろんな復興があります。やっぱり物の復興も大切ですが、やっぱり心の復興も大切だと思うんですけれども、そういうところで市長のちょっと考えを。まず最初に上野先生に市長の小手られた質問を伝えてきたときに本当は言ったんですけど、あれ、あの文学については全く分かりません。ただあのデストハウスの後ろには大友の矢が持ちの歌った歌があります。やはりあの大友の高尾万葉帳の使うものがあります。今、白衣氏は君氏と勉強しながら国道415号の整備をしています。だそういった形で万葉の道ということで、文学的ではなくて、そういった歴史をつなげるという、要は東西両方の感覚ですね、そういった形の道と、まあ、展開してきて、まあ、冷え揃いの感じで、まあ、そういった経済的なつながり、観光のつながり、その文学を通じてそういった関係人物を増やしていく。でそれがあの明星、これ今石川県の建造物の国宝内、まあ、一生懸命、国宝の取り組みをしています。でこれ、明星地というのは、三代藩主の前田利常の問題地、寿福院の問題地となっています。そうすると、滝谷、そして金沢、このつながりというのは東西南北につながりということで、要は縦軸と横軸、そういったところの展開をしている、そういったことでですね、そういった昔の歴史、そしてそういう万葉集のつながりで縦軸、そういったところの展開を増していきたいというふうに思っています。まあ、急にご質問があってなかなかうまくいってくる。だから簡単に言うと、万葉集の大友のやかもちを歌っていろんなところを書きしながら読んでいってるから、その場所場所に歌があるわけね。でそれが横で、で前田家っていうのは実を言うと古典を非常に大切にしたあの家ですので、前田家の文化財というものがある。だから歴史軸と水平の空間軸を両方をあの考えようっていうふうに、今おっしゃった。でここまで、ここまで市長がおっしゃるんやったら、観光業界の会長がそのこの古典軸に出てきたら何回言わないかんやろね。いや本当に僕理系目ですね。本当に辛くて、このどうなんだかって今日楽しくて、実はあのちょっとこれ間違いなんですけど、漁船に書いてあるんですね、おぬいらの宮代の森めずうらかにからたちばなのおうの歌いですので、これは昭和天皇の漁船なんですけども、市長が言われたように、僕はこの1300年前の大友のやかもちが白衣に来て桁神宮に来たっていうのは一つのポイントだと思うんですよ。でその1300年前にスポットを当てれば全てこの地域がナンバーワンなんですよ。で今能登半島地震もあってちょっとした浮き加減なんですけども、今実はまだ発表したらダメなんですけども、あえて発表しますけども、1300年前の大友のやかもちの旅っていうものをですね再現しようとしてます。でその再現することによってこの地が日朝廷が一番ナンバーワンに持っている土地なんだと。なぜかというと今回いわゆる中国、朝鮮、ロシアから来るですね、人たちの境界線。で、桁地区で疫病されてたんですね。で、もう一つ一番ポイントがですね、滝口だったんですかね、塩。塩を、能登半島ですごいたくさん塩を作ってたらしくて、製塩土器ができてます。出てます。これ今、歴史民俗資料館があるんですけれども、実はその製塩土器が佐渡とか東北の方に、白衣の製塩土器が出てるんですね。
これどういうことかっていうと、塩っていうのは労働の対価、まあ、お金みたいなものなんですよ。でこれを使って、まあ、サンマたくさん取れたらしいんですけども、蝦夷を抑え取ったんですね。そうすると朝廷にとっちゃ疫病を抑えてくれるわ、塩たくさんあるわ、塩の作り方も教えてくれるわってことで、ケタ神、皆さんケタ神社というのはケタ大神宮なんですね。立候補して大神宮と言われたのはケタだけです。それだけ日本ってナンバーワンの地だったんですね、白衣は。ですのでこの1300年前にスポットを当てて、市長も言っておられたようにこう縦横のものも踏まえながらですね、行けば行ける。で、あと1個だけいいですか。実は寺家遺跡の寄贈品の中のものっていうのは、実は宗像大社と同じものが出てるんです。片や宗像大社は国宝、片や寺家遺跡は何にもなってないんですよ。で先日宗像大社の宮司から電話があって、これ国宝になるんじゃないかって話になって、まあ、明朝寺は先じゃないと思うんですけどそういうなんかちょっと楽しみな話もありますので、何か言いたいかなと思います。長谷先生ね、はい、三井さんってね、昔光源氏ばりに遊び歩いてたのに、今もですよ、今も名前が今爆発ありましたね。すごいですね、すごいですね。飲めば飲むほどね、艶っぽい話をするんですよいやもう今ちょっとびっくりした。なんかもうものすごい。でちょっとね、今おっしゃったことで言うと、その、実は北海っていう国はね、その日本にとって非常に重要だったんです。これなぜ重要だったかというとね、朝鮮半島と日本が戦争状態になるときに、僕から朝鮮半島の北にあるので同盟関係を結ぶ可能性があったんです。でだからこれ一つ、もう一つは今三井観光協会の会長言われたみたいに、恵比寿と大和朝廷が対立関係でありますので、ここも重要になるというか最前線。だからそういう時にその塩というようなものを使って、いやこれちょっと戦争やめようよとかいうようなことに使われていて、そういうような、そうするとね、その大友のやかもちっていうのは軍事士族で、これ軍隊のことに関わっているところなので、そういうところにわざわざ来て、こういうところに来た時にはやっぱりそのお寺をお参りしなければいけない、神社をお参りしなければいけないということだったと思うんですが、さあここまで来てあと残りは11分32秒になりましたまあ知事もその次の日ってあるからね。でここまで来るとひょっとするとここってちょうど、その能登半島の入り口にあたるところで、七尾に行けば国府があって、で国府のこの、国分寺国府があるところで、でそこからまた中入っていきますよね、能登半島に入っていきますよね。ということはこの白衣に県立の歴史博物館を作ってもらわにゃいかとではないかと、これちょっと皆さん拍手で新聞のメディアの人はね、上野先生が書きつけるが、知事はうなずくのみで発言しなかったっていう方がいいのか、大いにうなずいてやりましょうと拳を上げたっていうふうに、ここがちょっと非常に重要なところなんですが、私自身、その白衣っていう場所がハブである。で、その、ちょうどこう入ってきた時に今回の施設がいろんな人たちがやってきたということで、まあ、博物館構想っていうのは、まあ、もう現から何十年もやってることなんで、まあ、なかなかその先の先の話なんですが、こういうようなことを大切にしていくっていうのは重要なことだと思うんです。まあ、すでにですね、兼六園の隣に県の歴史博物館がございますので、2番線地は白衣にはちょっとふさわしくないなと。むしろそうやったら、文学風土会館とかね。なぜかといえば、やっぱり私、和辻滅郎さんが表した岩波文庫の風土、これは私の人生の愛読書なんですよ。なので、それやっぱり
文学風土論というのは、これまさしくかつてで言えば歌枕ですし、その前の時代で言えば不動機ですから、私はそういう意味で言えば白衣こそ文学風土論を語るに、また表現するに、またここを通り過ぎていった歴史上の人物を検証するにふさわしい場所じゃないかなと思うんです。いかがですか。これね、富山県の高岡市に万葉歴史館がありましたね。万葉歴史館がありまして、9月の頭には藤原君がありましたね。そしてね、このここに来たら八重子が能登を巡ったところというようなところで、その文芸風土館があって、でそこでですね、その万葉集の講義をしてもらう人が当然必要になりますよね。でその万葉集の講義をしてもらう先生は誰がいい？誰でもいいっていうわけではいかんわけですよね。でそうすると私はね2番手でいいですよ。私は2番手でいいですが、1番手はまず長谷先生が講義をしていただいて、私2番手で、やかもちの話をする。これでだいたいオープニングの企画はよろしいでしょうか。あの2人でボールしておりしましょう。前後が待ってるんじゃない。さあ、あのじゃ あ, あの上句と下野君の付け句の話はどうなりました。半期ですね、あの新規にやりました。はい、これね、僕ね、ほっとすると、いやいや、その知事、これね、あの本当に忙しいのに、塩路から忠子へ来れば白衣の海に対して、この下の子セリフが、はい、いやこれわざわざ、これ新作の発表すごい、これもう新聞記者の人明日一面じゃない。これも明日一面で、あの長谷知事、大友のやかもちの上の句に対して下の句をつけた、お願いします。この上野先生の授業を聞きに東京に行きたい。いや本当にあの分かりやすく解説をしていただきますし、改めて大友のやかもちが読んだ歌の上の句を言いますよ。塩路からただ越えくれば白衣の海、春が彼方に綾の風吹くと、というのを出させていただいて、春が彼方に綾の風、ちょっと綾の風というのを説明していただけますか。はい、綾の風というのは、まあ、ほぼご存知だと思います。大体4月から8月頃に大陸から吹いてくる、そして豊かな恵みを私たちの能登半島にもたらす風と、こういうふうに言われております。でね、この上の句が私すごい好きなのは、皆さんイメージできますよね。塩路から、つまり高岡、氷見、あの山を越えて、ただ越えくれば、ね、あそこの山を越えて白衣の海という極めて映像的な俯瞰的な上の句なんですよ。であるならば、その俯瞰的な映像を踏まえて私たちの視点は大陸に向けていった方がいいんじゃないのかな。そして大陸から吹いてくるのはですね、あれの風なんですよ。そしてあれの風は目に見えないんですよ。でも白衣皆さんは目に見えてるんですよ。豊かな恵みをもたらしてくれる。そして大友のやかもち自身はこの歌を読むときに、何をしに白衣に来たのかという、そこに着目をした方がいいと思うんですよね。そうです、国士でしたから、もみ殻を貸し付けて収穫の時には
まあ、利息をつけてたくさん収穫を得るというもみ殻の貸し付けに来る、これ華僑で言いましたっけ、あのね、これ偽装とか、はい、言われているもので、無償であげるものもあります、金の時ね。で、水庫と言われているものは、それを貸し付けて種もみにしなさいよと言って、そのたくさん収穫量があったものから、それを取る。で、それはちゃんと貯めるんですよ。ちゃんと貯めといて、その基金の時にはそれを出すんですが、そういう仕事をしていたのは国司である。はい、という大友の床持ちが、塩地から山を越えて、ただ越えて、白い海が見えている。そして私はこの島の国に、遥か彼方に、あえの風吹くとつけさせていただいたのは、恵みをもたらすあえの風、目に見えないけれども白衣の下には見えてるんですよ。そしてその恵みをたくさん収穫を豊かに得られれば得られるほどですね、国司である大友の役持ちの仕事は万々歳ということで、彼がなぜそういう役員の仕事とともにですね、歌を詠んでいたのかということの意味も背景にあるのではないかというのが私の解釈であります。あのね、結局その文字を知らない人もいっぱいいるわけです、古代の方にね。で、そういう人たちはゴールと指標に区切って、行けばすぐわかるわけですね、すぐわかるわけです。ですからね、しかも、あえの風って、あえって言ったらね、みんなで楽しく食事をすることでもありますので、いっぱいおいしいもの、山の幸、海の幸がいっぱい取れる、そのあえの風が、しかもそれは外国からも人たちがやってくるっていうことで、こういうね、長谷先生ね、全国知事会っていうのがありますけども、全国知事会で、こういうようにすぐ付け具ができる人って今いますか？たくさんおられると思います。でもやっぱり父という仕事をさせていただくときに、やっぱこうした俳句とか短歌とかに親しんで、言葉を大切にした方がいいなと思います。私もちょっと時々失言はしますけどじゃあ皆さんね、これで、ね、知事の発声でこのね、知事の言った付け句のところをみんなでね、歌ってね、今日のね、その締めにしましょうよ。ちょっと練習しますよ。塩地から塩地からただ越えくれば、ただ越えくれば、白衣の海、白衣の海。知事お願いします。遥か彼方に、遥か彼方に、あえの風吹く、あえの風吹く。はい、皆さんちょっと立ち上がりましたね、立ち上がりましたね。でそれはもう前半やって後半知事が、はい、やってくださるように、はい、戻きますよ。はい、お腹から声出しましょう。お腹から声出しましょう。いきますよ。塩地から、塩地から、ただ越えくれば、ただ越えくれば、白衣の海、白衣の海、遥か彼方に、遥か彼方に、あえの風吹く、あえの風吹く。ありがとうございました。本当に鴨川団体に札を落としていただいた知事にもう一度大きな拍手をお願いいたします。プロレスに強い長谷博士がなく、国文学に強い長谷博士の発明を見させていただきました。本当に知事ありがとうございました。ありがとうございました。
して看護協会の代表の池井さんにも大きな拍手をお願いします。上野先生、本当に賑やかなツッコミをありがとうございました。本当にユーモアあふれるお話の中で、もともと加瀬知事と上野先生の豪華な対談が、また岸市長と三井観光協会会長のお二人も加わる、とてもスペシャルな対談が実現しまして、本当にありがとうございました。本日ご参加の皆様も楽しんでいただけたかと思います。それでは本日お話しいただきました上野先生が退席されますので、今一度大きな拍手をお願いいたします。